おはようございます。ちょっとあまりにもくたびれた格好してますが、2022年、4月9日でございます。今日はね、とある大人の事情でですね、いよいよ何十年ぶり、20年近くぶりに佐渡島にね行こうと思ってます。ちょっと昨日のね温泉ツアーでくたくたなんですが、なんとか今日はね、一応まあツアーでね同行者います。同行者、まあお友達と一緒にね佐渡島に行きますんで、そのね、道中動画、まあどれぐらいにね動画分けるかわかんないですけどもね、まあ、ちょっと僕はねほとんどほとんど初めてみたいな感じですね。はっきり言ってね、行ったことあるけど、人生で2回佐渡には行ったことあるけど、まあ20年経ってるんでね、初めてみたいな感じです。まあね、とりあえずおそらくね乗るフェリー、あ、ちょっと明るすぎて、今日ね快晴ですよ、ほんとめちゃくちゃいい天気。あのね佐渡汽船のフェリーにねこれからね乗船しようと思うんで、その前にね、まあ、佐渡汽船ターミナルの中ねいろいろちょっと散策してからね行こうと思って、ちょっと早めに来ましたね。あと1時間ぐらいね出港までにあるんでね、ざざっと見ていきます。この行きの動画とは行きの動画でね分けて、まあ何部作かなんかに、ね分けると思うんでね、気長に付き合っていただければと思います。いざ佐渡行きますよ、レッツゴー。佐渡汽船ターミナルは以前に放送したことあるんですがね、入り口のところ入る手前のところというかね、まず早速お土産屋さんがあります。特産館で、まあ、お土産地酒ね、メーカー週刊誌雑誌なんかが売ってる佐渡バタークリームさんのクッキー、うまそうだね。これちょっと知らなかったな。でも中にはね立ち食いそば屋さんありますよ。7時開店もうやってるね。今8時半、僕はね9時20分ぐらいのね、カフェリーに乗ってね行こうと思います。2時間ぐらいかかるのかなね。まだね手続きとかもまあ大体もう切符はね揃っているんですけどもね、なんか切符を取り替えなきゃいけないみたいですね。僕は旅行会社のクーポンを持ってるんでね、それと、乗船券をとりあえず取り替える感じで、もうちょっとしたらね、まあ、相方が来たらね取り替えてこようかなと思ってます。これですね、9時20分オケサマル両津行き、これに乗りますよ。中はねすごく広いです。切符売り場がねあって、あとね今ね歴史と謎展ってやってるんですよね。どこなの、どこでやってるのかな。これをね僕行く前に見てからね行こうかなと思ってました、これあれ、これモザイクアートって新しくなったね多分ね。これもやっぱりペットボトルのキャップなのかな。あ、やっぱそうだね。佐渡金銀山、佐渡金銀山もね行ければ行こうかなと思っております。すごい、これ新しいんだ多分ね。いつできたのかわかんないけど結構迫力あるよね。カーフェリーの料金はこんな感じですね。あ、これジェットボイルか。あ、カーフェリー向こうだね。カーフェリーの料金はね、まあ旅行のクーポンと一緒になってるからね、いくらなのかちょっとわかんないけど、まあ今回ね今回は宿泊費含めてね、あとレンタカー含めて2人で5万円ぐらいでした。はい、こっちがねジェットフォイルの待合所ですね。自動販売機がこうずらりとあって、そして中はすごく広いですね。ジェットフォイルはね帰りにねジェットフォイルを使おうと思ってます。行きはねカーフェリーで行きますよ。まあ、すごく広くて綺麗な待合室でございますね。ジェットフォイル会社違うのかな、同じ佐渡汽船なのかな、ちょっとその辺わかんないけど、ね、ここがジェットフォイルの待合所。この壁画のようなアート作品もすごく綺麗ですね。かなり昔からあったと思うんですけど、でもなんか雰囲気あって、まあ、色鮮やかというかね、すごく綺麗ですね。こちらが佐渡汽船の歴史と謎展やってます。行ってみようか。撮影は多分 OK なんだろうな。あ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックとかでね、ハッシュタグつけてあげてくれなんて書いてあるから。ここは10日までやってるみたいだね。あ、なんか色ちょっとくれるみたいだね、なんかね。アカウントフォロー。行ってみるよ。入館無料、写真撮影 OK。動画も OK なんだろうな、多分な。こういった今企画やってますよ。
歴史と謎展教根コレクション、教根コレクション、切符のこと、あ、なるほど、はい、レトロで新しい佐渡汽船のポスター、あ、新幹線に夜景写ってる、これ多分昔のポスターなんだろうね、綺麗ですね、なかなかね、こういった感じ、佐渡丸、佐渡ヶ島ジェットフォイル、うちゃんいなかった、コンパーですね、あとはこれはジェットフォイルのシートなのかな、多分こんな感じなんだ、すごい、あの新幹線とか電車に近い感じですね、これが展示されてる、以上ありますね、以上ですね、なるほど、でもまあまあ来てみてよかった、うん、なるほど、こういったことですね、みんなでもシートの感じは同じですね、柄が違うだけで、座り心地は、はい、まあ電車みたいな感じ、新幹線みたいな感じか、あんまり人も来ないですね、こんな感じ、面白かったですね、でもね、こんな感じです、こちらがね、前も放送したんだけど、公安資料室ですね、常設の、まあ、ここは常にね見ることができる感じですね、こういったほらジオラマというか模型ですね、あったり、まあ、すごいよくできてる、ポンプ浚渫船、これほんとね細かくできてるというか本物みたいな感じですね、ここはね、あのなんていうの、なんていうのかな、映像がねいつも流れてるんだけど故障中になってるね、あえてあのなんていうの、火事とかかな、んていうの、ハンドルっていうのかな、なんていうんだろうな、ね、あとはやっぱ模型ですね、すごいよね、本当によくできてるね、あーすごい、あー 184.85 コートンカフェリー乙女丸だね、あとジェットフォイル、すごいね、うん、まあなかなか面白い、ね、とこでございますね、ためになるとこです、これ本物の、多分本物のテトラだよね、多分ね、面白い室、なかなか面白いとこでございますね、ここね、こちらがカーフェリーの待合所ですね、まあ、広い、昔の駅のね椅子みたいな感じの椅子がねありますよ、プラスチックの、まあ、テレビがあって自動販売機が、飲み物とアイスクリームのね自販機があります、ご存知の、はい、このトラスね、ご存知と思いますけど、一緒に行きます、あの会社のね状況も上がってるんでね、結構急に頼んだんだけどありがたいです、これから楽しんできますよ、行ってきます、ハウスコー撮影して、はい、一等絨毯、ね、号室2番、ね、にしましたよ、ちょっと楽しみですね、絶対ですよ、あ、本当に、はい、僕はですねこいつがないとダメです、これもうのあらかじめ飲んどきますよ、今ね改札始まりました、結構ギリギリ中か、こんな14分前、15分前ぐらいからスタートするんですね、多分ね、いただきます、はい、ありがとうございます、 OK、 あ、お客さんすいません、ちょっと気温が入らなかったのでごめんなさいね、はい、ありがとうございます、カメラの方見ながら ね、 お客様の改札中、これ行きますよ、これはこれはこうこう、おお、結構あれなんですね、今時の感じなんですね、 QR で読み込むんですね、まあ、電車とまた違うんですね、電車ガシャって入れるけど、これ読み込みなんですね、最新式ですね、あーなんかこれで俺、いやなんかもう初めての感じだな、これ初めての感じ、うわーいい天気、外快晴ですよ、快晴と、フォイルのね模型がありますよ、かなりでかい模型、はい、佐渡金金山世界遺産にね、この度推薦です、推薦、まだ決まってはないけどね、推薦、楽しみですね、はい、第一岩壁乗船口になるのかな、見えてきましたね、乗っちゃうともう
乗っちゃうと船が取れないから、まあ、ちょっと外からどれぐらいの感じで取れるか、これから乗る、ね、外は最高にいい天気だね。あっちが多分、あっちが Z ホイールかな。いい天気ですね。この大きなフェリーにこれから乗船しますよ。でここがそうだね、船を取れるのはもう乗る前はここ最後かな、まともに取れるのは。ここからもうね、このね渡り廊下みたいなねところを渡ってもう乗っちゃうとね船のことは取れなくなるんでね、あれが佐渡汽船のマークかな。これから行きますよ、いざ世界遺産へ。佐渡汽船カーフェリーね、車とかトラックとか詰めちゃうんですもんね。結構すごいですよね、でかい。僕はねこのでかい船でもねめちゃくちゃ酔いますからね。一応まあ薬飲んだからおそらく大丈夫と思うけど、これからねいざ出発行きますよ。はい、これが、うわここね、お怖い怖い、結構高い、怖いよ結構。うわこれがデッキ乗ってきますよ。うわ懐かしい、久しぶり、すごい、こんな感じになってんだ。おーすごい、売店があって、ほらポテチカッパエビセン、なんかねカッパエビセンをこう持ってるとカモメが近づいてくるとかいう話ですよね。後で買おうかなと思ってます。レトロな感じがするな、すごいホテルみたい。おにぎりとかねパンとかお菓子なんか売ってる中川製製パン所、うまそうだねパンね。このカステラサンドってめっちゃうまそうなんだけど、あとは雑誌が売ってますね、雑誌。いやちょっとあと食べたいですね、デザートアイス食いたいですね。何ですか冷凍に。そんなのあるんだ冷凍に。あとはお菓子、お土産物がいっぱい売ってますね。佐渡汽船カレーとか売ってるところが、これフロンタルさんおすすめの佐渡汽船カレー、ちょっと買ってみたいところなんだけど、これちょっといくらなんでもって思いませんか。ちっちゃいよちっちゃい。この一条もんこさん、もうフロンタルさん一押し一押しこれだけありえねわー、なんかレトロなゲーセンありますよ、すごい。なんだこの機械は、あまり分かん、海物語のスロットなんかあんの知らなかった。なんかすごいね、うわーこれあれ、うわーこれポピーの匂いがする、ポピーの、うわすごいね、レトロだね、昭和だ昭和、タイムスリップですよこれ、昭和に戻った感じ。うわーすごいこね、これまあエアホッケーは今でもあるんだろうけど懐かしい感じするな。古田さんがこれにときめいちゃってどうしても欲しいって言ってます。これあれですよ、確率機っていうやつですよね、いわゆる確率機。これ多分5000円ぐらい使えば多分出てくる。やってます。もう入選 してするなり。これねギリギリ上までは行くんですよね。こちらが先がね軽食コーナー、営業中になってます。どんなものがあるのか、もう食べようとしてる人お客さんいるね。他軽食コーナー、醤油ラーメン、チャーシュー麺、岩のりラーメン、ラーメンセット、ミニカツ、そば、うどん、かきフライ、何でもあるね、何でもある、もつ煮込みなんかもある。結構いいね、座席はこんな感じ、まあ、結構まあゆっくりと食べれる感じかな。すごい。そして本当なんかね、まあファストフード的な部分もあるかのしね感じだけども、あとはイベントプラザも普通に入れる、まあ、なんか映画かなんかも上映できるようなね感じになってる。うわーこんななんだフェリーって、知らなかったな。うわーなんか目新しい感じがする。僕は本当に20年前ぐらいに1回来たきりなんだけど、もう酔っちゃって覚えてない。ではですね、客室、その僕らの一等客室にねこれから行ってみますよね。うわーでも広いね。特別室はめちゃくちゃ高いらしいです。ちょっと値段分かんなかったけど、自動販売機はね本当ありとあらゆるところにありますね。飲み物には困らない感じですね。反対側にはね佐渡牛乳、これ結構レトロな販売機じゃない、110円。うわちょっと飲んでみたい感じはあるな、買ってみようかな。はい、では僕は
これせっかくだから、でもこれ気になるな、このコーヒーも、なんかコーヒーにしちゃおうかな、せっかくだから。なんか牛乳飲もうと思ったんだけど、ちょっと邪道なコーヒーにしてしまったけど。あ、鈴田さん、鈴田さんは、プレミアム買ってました。部屋に行きますよ。はい、こちらですね、一等絨毯席。僕らは2号室2番ですよ。スイートルームとかあんだね。何部屋あんだろう。1個だけですかね。いや、水部屋だったかな。スイートはこれか。1部屋か。うわー、すげえだろうな。行ってみます。一等絨毯席ですよ。一等椅子席はね、もう埋まっててなかったです。ちょっと特別感がありますね、やっぱりね。これも僕初めてだな。2号室ね、これ1個ですよ。行ってみます。オープン。おお、こういう感じ、すごい。え、こういう感じなんだ、一等絨毯。あれ、もう動いてんの。あ、何気に動き出してましたね。あ、出港です。行ってきますよ、新潟離れますよ。ちょっとこれ見にくいけど、ね、一等室ですよ。一等室に僕たちは、ね、入ってます。せっかくなんでね、やっぱりこの定番の外へね。おー、動いてる。はい、あれ東京メッセですね。東京メッセ、ここで旋回して選手を、ね、こう反対に向けなきゃなんですね。だからここで180度向きを変える感じですね。新潟の景色、なかなか、ほら、これ晴れた日もやっぱいいですよね。あれが竜頭大橋になりますね。あ、佐渡汽船のターミナル。あれ、デッキだよね、交番。あそこに行ってみようと思いますよ。ルンタルさん、自販機は本当に、ね、あちこちにありますね。そして先ほどのね、上ですね、上側、エントランスの上側に来て、ここからね、デッキの方に出れるみたい。あ、ありがとうございます。はい、デッキに出てさらに上へと行くと、さらに景色がいいといった感じになりますね。わあ、ちょっと感激だな、なんか。ああ、来ましたね。こっちが前なんですよね。こっちが前ですよね、多分ね。あ、出てくる。感動するな、ちょっと。この快晴ですよ。いやー、なんかついてたな、今回は本当に。なんかこうやってね、デッキに乗ってると、どっちが前なのかいまいち分かんないけど、多分僕がいるところが先週というかね、前側、進行方向だと思う。今ぐるりと回って、いや違うか、これケツにいんのか、これ。あ、ケツにいるんですね。なるほど、前には行けないのかな、これ。あー、新鮮。あー、すごい。なんかあれ、新しい船とかでああやってやったりするらしいみたいな話、面白い。いい眺めですね。思ったより速い、結構スピード出てる感じがするな。ですね、これ行きの道中っていう動画で切っちゃおうかなと思ってるけど、着いたらね、南部間にね、やっぱり分けて投稿しようかなと思っております。ね、わあ、新潟を背にしてきますよ。トキメッセがね、まあひときわ大きい建物になってますね。なんかかっぱえびせん持ってると寄ってくるとか言ったんで、後でね、もしだったら買ってこようかなと思ってるんだけど、かっぱえびせん売ってたから。なんかかっぱえびせん食わしていいらしいんですよね、話によると。あー、今日はベタなぎですね。ボートも出てるし、何、今日ちょっとマダイ日和だったかしら、これ。マダイ日和、
やでも外海と内海のこの水の色の違いたるやすごいですね。全然違う外。あそこにね向かうんですねこれからね。遠いな。2時間半。結構かかるね。あ寒そうですねまだね佐渡ね。わーボート出てる羨ましい。ボートすごい真上に飛行機がいますね。ジェット機もいいな。眺めですね。どんどん新潟が離れていきますよ。大海原に出てきます。なんか前の方見れると良かったんだけどね。まあずっとこれお尻の方にしかねいられないみたいですね。スピードはねどれぐらい出てるかというと、ね、これ、まあ、この横に、まあ、スピード測って乗せてみますね。あなんかすごいなんか何か燃えてるような匂いがするな。これが救命ボートですね。普通のエンジンだね。多分100馬力ぐらいかな。それぐらいの感じのものが積んである。これがねあのデッキの下の階のデッキのところかな。ずっとこの長椅子があってね後ろまで丸っきり繋がってる感じになりますね。歩ける。脇馬なんか携帯落としそうで怖い。やばい携帯落としたら何もならなくなっちゃうな。落とす人とかでも中にいるだろうね多分ね。こんな感じでございます。カモメにねカモメなのかわかんない海鳥なのかな。これ食べるらしいですよ。これ好きらしいですよ。買ってきちゃいましたこれ。せっかくだからねやってみようと思います。いませんね意外と。食べない食べない食べないね、今日は意外と。おいで来ない全然来ないよ。投げてみる。いや全然取りに来ないんだけど。ああ今多分落ちたやつを拾ったんだね。ほら来ないよカモメ。全然来ないんで僕が食べてます。非常にうまいです。おいで。疲れた。ほら、えい。佐渡乳業のコーヒー、美味しいです。とっても。あのカモメはカバビゼを食べに来ません。
手から取ってはいかないで。だんだん佐渡が近づいてきましたよ。まだね、1時間も経ってないぐらいだけど、あっちに見えたあれなんだろうな、あれなんだろうな、いや、あれヤヒコとかか、普通に陸続いてるな、あれ今ね、スライドしてるとか、あれおけさまる、あっちまで船的に新しいらしいですよ。あっちの方がちょっとゴージャスだったみたいな話で、まあ、帰り僕らジェットにしちゃったからあれに乗ることはできないんですけど、今回ね、まあでもまたね、また来ますよね。一つね、駅のお腹がちょっとあるからいつの間にかもうこんなに近づいてるんだ。もうこれついてるみたいな感じに見えちゃう。あーすごい。あ、なるほど、これが椅子の席ですね。ですよ、佐渡についてる感じも、ね、ちょうどね、佐渡のほらなんか S みたいな形してるじゃないですか、あれの真ん中のくぼみみたいなところがちょうど港になってる感じになりますね。もうあとね30分はかからないぐらいで着くらしいですね。非常に楽しみでございます。あ、だいぶ近づいてきましたよ。これも多分到着のアナウンスかもね。コインロッカーの案内だった。間もなく着岸しますね。はい、近づいてきましたね。ここが両津港ターミナル、ね、今多分夏のバッグに入れてこうペラを逆転させているような感じの音がする。この辺の多分ね、あの接岸の仕方はおそらく僕小型船舶でこう並んできたというか練習してきた小さい船とも同じような感じのねやり方なんだと思う。やっぱりその小型船舶なんかも接岸するときはね、これは左岸接岸っていうのかな、するんだけども、やっぱりこうバックギア入れたりで前進したりを繰り返しながらで舵を切りながら調整してこうなんていうの、寄せていくような感じになる、そんな感じのね雰囲気の、まあ、ペラをこう逆転させるような感じの音がする。でこれが色づくようになりますよ。もう間もなく到着。はい、降ります。ちょうどもう皆さん降り終わっていく感じですね。こんな感じで接岸してます。ありがとうございました。はい、到着ですよ。佐渡に足を踏み入れましたね。佐渡に降り立つと、お、結構こんな感じで、まあ、このスロープは長い感じですね。佐渡汽船ターミナルがこちら。これが我々が乗ってきた桶狭丸ですね。桶狭丸と時は丸2台でね、ジグザグに運航してるみたいですね。こっちがまあ古い方、ね、もう1台が新しい方、時は丸が新しい方ですね。よし、行きますよ。佐渡汽船ターミナルに足を踏み入れます。なんかもう初めてといった感じですね。僕はね、ほとんどね全く記憶にないからね、行ってみますよ、ね、佐渡金山世界遺産推薦決定なるといいですね。こちらが我々が乗ってきたカーフェリーです。でかいですね。本当にトラックとか中に入ってたりしますからね、お客様ね、ずらりと、まあ、次にね新潟に行く便かな、あれはね、ほとんど同じ会社ですね。佐渡汽船運送っていうのかな、黄色い車、多分あれがまたね全てこの中に積み込まれるのかなといった感じ。大きな船、すごく楽しかったですね。巨大壁画がまた半端ないですね。素晴らしい、さて楽しみですね。ちょっと短い時間ですけどね、でも目いっぱい楽しんでこれたらいいなと思っております。
こちらがお土産屋さん群ですね。たくさんあるんだね、お土産屋さん。まあ、帰りにね寄っていこうかなと思っております。ターミナルの中はこんな感じですね。広いね。そしてトッキッキがね、これトッキッキ、いや違うだ、これサドッキーっていうの、これ。あ、サドッキー、トッキッキじゃなかった、これサドッキーですよ。これサドッキー初めて聞いたけど、ほとんどはね切符はね自動券売機になってますね。ジェットフォイル帰りはねあっちから乗りますよ。お、素晴らしいですね。そしてターミナルの中にも、もしお食事どころとお土産どころなんかがある、フェリーはここから乗るみたいですね。そしてね、外に出ますよ。下にはね、外にはねエスカレーターね降りてきますよ。赤と青のエスカレーター。この辺の作りはね、新潟の佐藤汽船と、まあ、似てるっちゃ似てるかなってとこですね。こんな感じ。我々レンタカーを予約しておいてましてですね、あの渡辺三章さんのレンタカー、ね、予約してます。ここでいいのかな、ちょっと行ってみますよ。風が強いね。佐藤も今日は快晴ですね。こちらさあ、これがねターミナルですね。外から見た佐藤汽船ターミナル、おけさ橋って書いてありますね。とうとうね佐渡に足を踏み入れましたよ。いやーめちゃ楽しみ。レンタカーゲットしました。なんかね、まあ、こっちに来てからね保険とかいろいろ入るので、多分1500円ぐらいね余計にかかる感じになりますね。まあとりあえずこのね可愛らしい軽自動車で行ってまいります。石原さんが、あのプロントラさんがね運転してくれるようなんで非常に助かります。よし、じゃあ荷物乗せていきますよ。はい。まあ、ここでもしかして、どうしようかな。一旦ね、まあ、この道中の動画、ね、佐渡まで来ました。というところで、ここでね、一回切ろうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。これからはね、今この、ね、レンタカーを借りて、まあ、とりあえずご飯にね、出かけるのかな。まあ、基本的にフロンターさんにお任せしておりますが、運転もしてくれて助かります。はい、これからね、行ってきます。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。